はい、酒好き直りの飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、ウイスキーです。ハイニッカ、ちゃうわ。ブラックニッカですね。ブラックニッカの、ニッカウイスキーの、ブラックニッカ8年ということで、はい。こちらです。確か値段が1380円ぐらいだったかな。700ml、アルコール度数 40%。北海道余市、仙台宮城郷の2つの蒸留所で蒸留され、北の自然に育まれたモルトウイスキーと伝統的で希少なカフェ式連続蒸留機で蒸留されたグレーンウイスキーを使用。8年以上熟成されたウイスキーの個性を引き出し、絶妙にブレンドすることによって生まれた芳醇でコク、飲みやすさを合わせ持つブレンデッドウイスキーです。樽由来の華やかでフルーティーな熟成香と円熟味をお楽しみください。北海道なんだ、余市って。仙台の宮城郷。まあ、宮城郷はまあ宮城ってついてるからね。まあわからんくもないけど。北海道なんだ、余市って。ウイスキーの余市とか、宮城郷ってありますけど。なるほど、北海道なのか。ということで、こちら。芳醇8年樽熟成ということで。8年の熟成期間を、得てる、ブラックニッカ、8年。飲んでいきたいと思います。なるほど、8年か。ブラックニッカクリアが何年なのか知らんけど、書いてないですからね。よくわかりません。いただきたいと思います。いや、最近暑くなってだいぶね、ハイボールが美味しい季節になってきましたね。それじゃあ乾杯。うん、どうでもいいんですけど、だいぶ気温が上がってきたんで、ぬるいですね。うん。非常に。ああ、これあれだわ。なんていうか、甘いスモーキーな味がする。あ、すごい、これ。美味しい。甘くてね、なんかね、なんつうんだろうな。煙っつうか、燻製みたいな、なんか独特の、甘い、煙みたいな香りがする。味っていうか、そんな感じ。この味は、今までウイスキーでは味わったことないですね。うん。やっぱ今まで飲んできたウイスキーが、まあ、そこまで熟成期間なかったってことですね。まあ、ウイスキーは、ね、高いもんだと、
2万円ぐらいのがありますが、熟成期間21年とかですかね。長いもんだと21年とかありますけどね。うん。まあでも、2万、まあそれ高いか安いか。まあワインなんてね、高いものはもう本当に100万とかしますから、そこから考えると、ウイスキーってまあ安いのかなと。うん。安いんですが、なおかつ、ね、まあ安い、その年月的な意味でね。21年間寝かせてるのに、まあ1万円ぐらいとか、2万円ぐらいで買えちゃいますからね。うん。そう考えると。うん。確か、ジャック・ダニエルが4年だったはずです。うん。あー、これあれだわ。甘くて飲みやすいし、スモーキーな甘い香りも、またいいわ、これ。これうまいわ。ほんとフルーツみたいなね。香りが。なんかね、香ってみるとね、あれみたい。カラメルみたい。で、飲んでみると、うん。口当たりは柔らかい。で、うん。まあ、あれですよ。飲んだ人にしかわからん、これは。うん。やっぱ甘いですね。非常に。甘くてなおかつ、トゲトゲしてないんで、まろやかです。そうですね。ジャック・ダニエルに比べると、まあ、非常にまろやかな。まあ、今まで飲んできたウイスキーで一番トゲトゲしかったのは、なんだろうなぁ。エヴァン・ウィリアムスとか。あれトゲトゲしかったですね。個人的に。まあでもこれ1400円ですからね。まあ、ウイスキーの中では、まだ安い方ですよね。うん。ジャック・ダニエルよかは、美味しいかどっちかちょっと飲み比べてみましょうか。よっこいしょっと。あのね、見た目はね、確実にジャックの方がかっこいいんですよ。この瓶のね。おーっと出すぎた。でも、熟成期間的には、これ2000円ぐらいしますけど、4年なんですよね、熟成期間で。まあ、そもそもこれバーボンだから、ね。いや、バーボンじゃない、テネシーウイスキーか。あ！うん！もう口当たりからしてもうすでに、こっちの方が、ブラックニカ8年の方が、柔らかいですね。うん。で、ブワーっと来る。こっちの方が。
結構抑えめですね。ジャック・ダニエル。んで、甘くない。ジャック・ダニエルの方が。うん。うん。んで、ブラックニック8の方が甘くて美味しいですね。俺、こっちの方が好きだわ。うん。やっぱ甘い方が俺好きですね。でも、バーボン、まあ、テネシーウイスキー、もう甘い方だと思うんですよね。うん。ちょっとあれだな。ジャック・ダニエル四つ星にしようかな、これな。うん。こうして飲み比べると、ちょっと、あれが分かってくるね。このウイスキーのどういうタイプなのか。うん。うん。こっちの方がシャープなんですよ。味が深い。ん？うん。いや、深い、深いっつうか、そもそも甘さがないですね。甘さがないんで、で、香りもあんまり甘くないんで、なんか、そこまで香ってる気がする、しないんですよね。うん。で、ちょっと独特の香りがありますね。ジャックダニエル。甘くない。うん。何かの香りが。します。やっぱ8年の方が全然うまいな。あの、香りの広がり方も、口の中に広がる甘さも、コクも。まあ、個人的にあの、ね、ニッカウイスキー自体好きなんですけど。うん。でも、ニッカウイスキーで一番高いのと言ったら、やはり、なんだ。あれか。竹鶴の12年とか、十何年とか。それが一番、2000円か3000円ぐらい。で、買えたはずなんで。うん。やっぱ日課ウイスキーは甘いですね。全体的に。甘くて飲みやすい。うん。で、あの、僕の同僚が、あの、1万円のウイスキー持ってるんですけど、まあ、そうですね。その人は、まあ、高いやつをちびちび飲むっていうタイプの人間なんですよ。で、まあ、1万円のウイスキー、ね、あの、すごい、勧められて、うまいよーとかって言ってね。まあ、こっちとこっち、まあ、俺が飲んだウイスキー、今まで、すべて、あの、ブレンデッドウイスキーって言って、まあ、いわゆる混ぜ物なわけですね。ですけど、その1万円のやつはやっぱり、なんて言うんだっけ。シングルモルトウイスキーか。という、まあ、まあ、いわゆる、一つの、まあ、混ぜ物なし、まあ、いろんなその、種類のを混ぜるんじゃなくても、一つのその、ね、素材。まあ、ウイスキーですから、トウモロコシ。と、あとなんだ。まあ、主にトウモロコシとかだと思いますけどもね。うん。まあ、いわゆる穀物ですね。を使ってると。ので、味が、なんていうかな。やっぱり、うん。よくわかんない。うん。でも、まあ、昨日、昨日ちゃうわ。
前ね、酒の山屋っていうお酒屋さんで、まあ、ちょっと、ウイスキーって一番高いのどれぐらいなんだろうなーって見たところ、確か1万8000円ぐらいのやつが一番高かったですね。1万8000円のやつがなんかショーケースに入れられてましたけど。まあ、大体2万近くじゃないかなと。店で売られてる中で、1万8000円っていうのは結構高い部類だと思うんですけど。うん。まあ。まあ、俺は1万8000円のやつを買うかどうかは、まあ、知りませんけども。多分買わないな。うん。ただ、その人から、ありがたいことに、その1万円のウイスキーを、今年の忘年会で、一杯だけなら飲ましてあげるっていう風に言われたんで、おーっと思って、ははー、じゃあ飲んでやるか、っていうことでね。まあ飲んでいきたいと思いますけど。そうだな、こうして見ると、やっぱジャック・ダニエルの方が、まあ簡単に言うとまずいというのは分かりましたね。うん。色からしてみて、色は変わんねえのか。大して変わんないですね。大して分からん。違いはちょっと分からんですけど。うん、まあ、ちょっとジャック・ダニエル四つ星にしとこうかな。うん。まあ、こんな感じでね、俺の動画に関しては、コロコロ、変えますんでね、評価の方ね。四つ星だったのが、五つ星になったりとか、もう逆もありますし。ね、いろいろあるんですよ。まあ、ということで、こちら、ブラックニッカ8年が5つ星。うまい。やはり。やはりうまいということで。それではご視聴ありがとうございました。